白山権現白山権現は白山の山岳信仰と主言道が融合した神仏集合の神であり、十一面観音菩薩を本事仏とする。白山大権現、白山大離言現とも呼ばれた。神仏分離、廃仏希釈が行われる以前は全国の白山権現者で祀られた。717年主言者隊長が加賀国白山の手法、 御前方に登って瞑想していた時に、緑壁池から十一面観音の衰弱である九刀竜王が出現して、自らを、伊沢の御村の化身で、白山明神、妙理大菩薩と名乗って権限したのが起源で、合わせて、白山主現上階層の由来と伝わる。古法では、聖観音菩薩の衰弱である、再観見の大行事権限が、伊沢の御村の神勤務補佐の行事漢字として、 大南寺、峰では大姿の大南地の命が、伊沢南村の神む保筆として、大長に現れたと伝わり、大長に現れた三神を合わせて、白山三所権源と称する。さらには、白山主源が流星すると、白山大理権源の権属として王子権源も、祀られた。782年日吉八王子山の麓に、 白山権現が現れたと伝わり、858年比叡山、延暦寺にも勘定されて山王七社の客人宮で祀られた。白山頂上本社と白山寺白山本宮は本寺と衰弱の関係で、神道としては、白山権現は伊座の未尊であり、両神がすなわち白山姫神であった。しかし、 1480年白山寺白山本宮が、我が一行一揆の攻撃で消失して、山の宮に移転して同座したが、吉田新東の大日本国一宮記に、白山姫神社、下社、伊沢美村、神屋城くくり姫、五白山音源と記されたため、この記載にある神屋城を、移転先の山の宮ではなく、白山頂上本社と誤認して、 くくり姫神を白山姫神や白山権元とする移説がルフし始めるに至った。明治維新による神仏分離、廃仏希釈によって主言道に基づく白山権元は廃された。三馬場のうち、加賀国の白山寺白山本宮は廃寺となり、白山姫神社に強制的に開祖された。越前国の霊王山平泉寺も、 同様に廃寺となり、平泉寺白山神社に強制的に開祖された。美濃国の白山中宮の町滝寺は、廃寺は免れたものの、長崎白山神社と天台宗の潮流寺に強制的に分離された。全国の白山音源者の多くは、くくり姫神を祭人とする神道の白山神社となっている。少数ではあるが、 廃物希釈を免れて、現在でも白山権限を祀る寺院が存在する。相当宗広本山永平寺においても一年に一度運水による白山登山が行われ、白山頂上において法要が行われている。また登山とは言うが、登山口より頂上まで運水スタイルで、修行像が走り抜ける姿は、一般の登山客を驚かせている。本寺仏である十一面観音菩薩の真言を、 唱えることもある。翻訳すれば、大音、大妃なる味方よ、スバーハーという意味になる。ジョールリや文楽で誓いの言葉として使われる、アタゴハクサンは、アタゴゴンゲンとハクゴンゲンを指す。ありがとうございます。